こういう車って、はい、欲しい気持ちはあるけど、はい、絶対買っても乗らないだろうし、はい、乗るとがっかりするだろうなと思ってるんですよ。夢は夢のままちょっと撮ってみたいな。そう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 、憧れの人は憧れのままで、はいはい、終わった方がいいと思ってるんだんですけど、うんうん、はい、今日これ乗ると、はい、あ、全然ありだなと思って、うん、はい、ものすごい最新の、はい、ものすごい高性能なスポーツカーに比べたら、はい、まあ、全般的にあのパフォーマンス低いかもしれません、はい、まあ、でも280馬力ですね。そうそうそう、はい、でもそこですごいバランスがちゃんと取れてるって言ったらいいんですか、はい、このエンジンと、うん、このシャシとこのタイヤとっていうのは、はい、全部すごくいいバランスになってる感じがしますね。もちろんこの車の程度がいいんでしょうけど、うん、はいはい、最終型とかですよね、これね。そう、まあまあ、まずまず最終型です、はい、だからいわゆる NSX、 このタイプの NSX の、はい、一番最後のやつが一番いい、まあ、いいやつですもんね。一番、まあ、ある意味完成形みたいな、はい、やっぱ前期のリトラクタブルの乗ったら、うん、これよりもちょっとふにゃふにゃだなとか、はいはい、パワーないなとかなるんでしょうけどね、はいはい、うん、これだからタイプ S なんでちょっと足回りは固めなんで、はいはい、ですからその辺もむしろ今の現代の我々の感覚からするとうまくマッチしているのかもしれないですね。きっとね、これ FR じゃないんで、はい、ミッドシップなんで、はい、本来だとやっぱりちょっとフロントの接地感が薄かったり、はい、なるほど、コーナーこうフロント舵入れて曲げた後に、はい、アクセル入れると、はい、ちょっとフロントを抜けるとかいうのがありそうなんですけど、はい、この車ないですね。意外とフロント接地感いいですよね。アクセル開けても全然抜けないですし、はい、だからそこら辺が前期だと、うん、アンダーオーバーが、はい、なるほど、アンダーオーバーじゃないな、うん、アンダーアンダーがありそうですよね。ですね、はい、要はリアが勝ちすぎちゃってるみたいな、はいはい、今も谷口さんすごいこうテンポよくっていうか、はいはい、リズム感よく運転されてるような感じ、はいはい、要はそのあのアクセル開けました、はい、減速し始めます、ブレーキ踏みました、はい、ステアリング切ってきますっていうそういう一連の動作が、うん、こうスムーズに流れるようにできてるような感じがするんですけども、はい、それが、うん、決して僕のテクニックが、うん、でそうさせてるというよりは、はい、乗りやすい。なるほど。すごくそれって多分、うん、これ車を作った人テストドライバーとかが、はい、そういうことを意識して車をチューニングしてるんですよね、はい、だからジンバ一体なりやすいですね。なりやすいね、はい、だからそれはこの車のテンポ感とかパフォーマンスあるんだけども、うん、そこにうまくこうピタッとくれば、うん、とっても楽しいスポーツカー。コーナーの入り口で、はい、ターンインの打を切って、うんうん、中で切り増ししたところで、はい、グッと入る感じとか、はい、すごくね、はい、いいですよこれ。今いい感じになってきましたね、はい、ちょっと、はい、あの横で私も乗ってて、はい、ね、タイヤの感触がすごくよく伝わってきます。そうですよね。あの今どんぐらいグリップしてるかとか、うん、タイヤがどんな状態にあるかがすごく分かりやすいですね、うん。